ちは、シャマクロです。今回はニュートリノを使ってズンダモンの歌声を合成、楽曲を制作する方法を解説します。最初に流した曲のボーカルは私がニュートリノで作ったズンダモンの歌声です。ほとんど調整しておらず、歌詞を読み込んで歌ってもらっただけなのですが、とても自然でクオリティの高い歌声でしたよね。このような面白い技術を実際に体感してほしいと思ったので、必要なツールの準備から基本的な使い方まで分かりやすく解説していきます。ニュートリノって名前は聞いたことあるけど、どうすれば曲を作れるのかが知りたいんだという方に役立つ内容です。全体像を把握できると理解しやすいと思いますが、とにかく早く使い方を知りたいという方はチャプターから飛ばしてみてもらえれば OK です。ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。はじめに、ニュートリノって何？という内容を説明しますね。ニュートリノは2020年にシャチさんという方が発表した合成音声を使って歌声を作ることができるツールです。音声合成にはニューラルネットワークが用いられており、非常にクオリティの高い歌声を作れるツールとして知られていたようです。2023年4月に公開されたニュートリノ第2世代のミューオンというバージョンでは、最新の生成 AI であるディフュージョンモデルが採用され、より自然で表現豊かな歌声を生成できるようになりました。歌声を作れるキャラクターの種類も豊富で、ズンダモンや四国メタン、東北キリタン、琴の葉姉妹など、合成音声としてよく知られたキャラクターの歌声ライブラリも公開されています。ズンダモンや四国メタンといえば、ボイスボックスというテキスト読み上げツールがありますが、ニュートリノとボイスボックスは開発者が別で、音声合成の仕組みも異なります。なので同じキャラクターでも少し違った声質となっています。ニュートリノには Windows 版や Mac 版、 Google コラボを用いたオンライン版がありますが、今回の動画では Windows 版を使ってニュートリノで使えるズンダモンの歌声を例にして、カバー楽曲を制作する方法を解説します。では今回やろうとしていることの全体像を説明しますね。全体の流れとしては、大きく分けてこの4ステップがあります。まず、合成音声に歌わせたい曲のメロディのMIDIファイルを用意します。メロディ単音で作られたMIDIが必要になりますが、このステップが一番大変かもしれません。配布されているMIDIファイルを探したり、メロディーを耳コピしたりなど、何らかの手段でMIDIを入手します。楽譜が読めて耳コピできる人は、このステップを飛ばして MusicXML の作成から始めるのもありです。用意したMIDIファイルは MuseScore という楽譜作成ツールにインポートします。複数のパートからなるMIDIの場合は、 MuseScore 上でメロディーのみのデータに分離しましょう。メロディーのみのデータを作成したら、 MusicXML で書き出します。MusicXML とは楽譜の表記に特化した XML 形式のデータのことで、 MusicXML をもとにニュートリノで音声合成を行います。ニュートリノ調整支援ツールというツールを用いると作業しやすかったので、今回はこのツールを使用します。 MusicXML をニュートリノ調整支援ツールにインポートした後、読み込んだメロディーに対して歌詞を入力して、ニュートリノを実行して音声合成します。必要に応じて調整を行い、歌声の音声ファイルを書き出します。長くなってしまうので、今回の動画では調整については詳しく触れません。最後に、 DAW ソフトに歌声の音声ファイルをインポートしてミックスしたら完成です。ニュートリノで生成した歌声は特に調整しなくてもクオリティが高いので、ただインスト音源と重ねるだけでも形になると思います。この動画で紹介するのは、いずれのツールも無料で使用できます。いろいろなツールをまたぐのでボリュームが多くなりますが、早速実際の操作を見ていきましょう。では事前準備として、作業に必要なツールを用意します。まず、ニュートリノと使用するキャラクターの音声ライブラリをダウンロードします。公式ページにアクセスして、ダウンロードをクリックしたら、ダウンロードページが表示されます。リンクから Google ドライブを開き、対応する OS のニュートリノをダウンロードしましょう。同時に、使用したいキャラクターの音声ライブラリもダウンロードしておきます。
ダウンロードするファイルはニュートリノディフュージョンフォルダに入っています。ここでは Windows 版のニュートリノとズンダモンの音声ライブラリをダウンロードしますね。ダウンロードしたファイルを回答した後、ニュートリノの中のモデルフォルダに音声ライブラリを配置します。つまりモデルフォルダの中にキャラクター名のフォルダを配置できていれば OK です。今回の場合はズンダモンというフォルダをモデルフォルダの中に配置することになります。次にニュートリノ調整支援ツールを準備します。公式の GitHub リポジトリにアクセスしてバージョン 1.9 をダウンロードしましょう。第2世代のニュートリノディフュージョンに対応しているのはバージョン 1.9 なので間違えないようにしてください。ダウンロードした ZIP ファイルを回答するとフォルダの中にエグゼファイルがあります。このエグゼをダブルクリックするとニュートリノ調整支援ツールが起動します。調整支援ツールからニュートリノを実行できるようにするため、ファイル環境設定からニュートリノのフォルダパスを指定しておきます。ここで指定するフォルダはニュートリノフォルダ直下の LAN バッジがあるフォルダとしてください。ツールの左上で用意した音声ライブラリのキャラクター名を選択できれば正しくニュートリノを読み込めています。ニュートリノを使う準備はこれで OK です。次はニューズスコアを使うための準備をします。公式サイトにアクセスし無料ダウンロードをクリックしてインストーラーをダウンロードします。インストーラーを起動するとニューズハブというツールが立ち上がるのでアップスからニューズスコアを選択してください。ソフトウェアがダウンロードされインストールが始まります。ニューズスコアのインストールが完了したら自動で起動すると思います。ニューズスコアの準備はこれで完了です。最後に音源のミックスを行うための DAW ソフトを用意します。今回は特に凝った音源を制作するわけではないため無料で使えて直感的に扱いやすそうなスタジオワンプライムを選択しました。無料で使える DAW ソフトはいろいろあるようなので DAW ソフトのインストール方法についてはこの動画では割愛しますね。ここまでで作業に必要なツールの準備ができました。ここからは実際にニュートリノに歌ってもらう曲を作っていきましょう。今回サンプルとして制作する曲は動画の冒頭で少し紹介したように個人的に好きなテレキャスター B-Boy という曲のカバーを作っていきますね。この曲の MIDI ファイルを配布してくれている方がいたので MIDI ファイルから MusicXML を作る手順から始めます。ニューズスコアを起動して入手した MIDI ファイルを開くと3つのパートに分かれていました。詳しい説明は省きますがリズムやコード楽器の音などが上下のパートで表現されており真ん中のパートにはボーカルのメロディーのみが書かれています。少し修正が必要だと思いますが真ん中のパートだけを MusicXML に書き出せば使えそうです。不要なパートは削除してとりあえず書き出す準備ができました。ファイル、エクスポートを選択するとエクスポートの設定画面が表示されます。フォーマット、MusicXML を選択してファイルの種類は飛圧縮を指定しましょう。この設定で書き出すことで MusicXML 形式のファイルに変換することができます。エクスポートをクリックしてファイルをダウンロードすれば MusicXML の作成は完了です。次にニュートリノ調整支援ツールを開くためにエグゼファイルを実行します。ファイル、インポート、MusicXML をインポート、先ほど作成した MusicXML を開きましょう。メロディーがピアノロールに読み込まれてノートが表示されますがまだ歌詞をつけていないので歌声は流れません。歌詞をつけるにはノートをダブルクリックして1文字ずつ入力するかノートを右クリックして歌詞の流し込みを選択します。注意点としては入力する歌詞はひらがなもしくはカタカナにしてください。また歌詞の流し込みを使うと歌詞をまとめて入力することができますがノートに割り当てる文字がずれやすいので少しずつ確認しながら入力することをおすすめします。いずれにせよ
各ノートにどんな文字を割り当てるかを決めていきます。はじめの何小節かの歌詞を入力してみました。歌詞を入力すると選択している音声ライブラリを使用して自動で音声合成が行われます。一旦どんな感じになっているか再生してみましょう。大人になるほどでででハミ出し者ですがらんど人生論者が語った症状は鳥になって。ただ歌詞を入力しただけで全く調整していませんが、これだけでも自然に聞けちゃうレベルですよね。メロディーと歌詞がずれないように気をつければ明らかに不自然な歌声になることは少ないかと思います。細かな調整テクニックはそれだけで一本の動画になってしまうので今回は割愛しますね。最後まで歌詞を入力して歌声を確認したらファイル、エクスポート、音声をエクスポートで音声ファイルを書き出します。ファイルの書き出しが完了するまでしばらく待ちましょう。書き出した音声ファイルは DAW ソフトで開き、インスト音源と重ねます。ミックスは必要に応じて行うことにして、今回はタイミングと音量調整だけして完成とします。完成した音源を少し聞いてみましょう。大人になるほどで出てはみ出し者ですがらと人生論者が語った症状は鳥になって。綺麗ばかだけでパパパボロボロの靴を結んでデジタル信者が語った少年は風になって。ゆらりくらり大往生お疲れ様ですゴリチュデデキャスタビボ僕に愛情を嘘で固めた大いに歌いたいな字が魅惑ハイテンションカニバリズム踊れば一つ二つあやめた手で何を描いているんだろうデデキャスタビボ僕に愛情を誰か答えてくれないか。音声合成のクオリティが高いのでこれだけの作業でも良い感じの曲になっていますね。駆け足での説明になってしまったかと思いますが、このような作業をすることでニュートリノを使って合成した歌声の楽曲を制作することができます。紹介しきれなかったキャラクターの声もあるので驚きながら楽しむことができると思います。ぜひ皆さんも実際にニュートリノを触ってみてください。今回はニュートリノを使って合成した歌声の楽曲を制作する方法を解説しました。説明が駆け足になってしまった部分もありますが、全体の作業の流れはつかめたと思います。ツールや素材さえ揃えてしまえば高品質な楽曲を作ることができるのはとても魅力に感じます。今回サンプルとしてテレキャスター B-Boy という曲をずんだもんにカバーしてもらう形で制作しましたが、完成版の楽曲は別の動画にしてアップするのでそちらも見てもらえたら嬉しいです。以上、シャマクロがお送りしました。このチャンネルでは、AI や Python などのテーマで知的好奇心をくすぐるような動画を投稿しています。この動画が良いなと思ったら、高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。